貧乏人に渡すプレゼントなんてないわよ。さっさと帰って。私たちは技師の恵子さんの言っている言葉が理解できなかった。恵子さんはブツブツと今までの文句を口にしている。どうやら彼女が娘のミサに渡す分のプレゼントを隠したようだ。今まで隣の部屋にいたのはギリギリになってプレゼントを隠しに行ったからだという。恵子さんはミサが用意したプレゼントを娘の手から勢いよく奪い取る。舐め回すかのようにプレゼントを確認した後、プレゼントを床に投げつけた。こんな貧相なものをプレゼントなわけがないじゃない。こんなものを渡してくる人は家族じゃないわ。帰って。どうやら自分が指定したブランドものではなかったことが気に食わなかったようだ。床にはミサが一つ一つ選んだイヤリングが散らばっている。プレゼント交換に参加した子供たちは拾ってくれているが、ミサは目の前で起きたことが理解できていないのか固まってしまった。徐々に状況を認識したのか、みるみるうちにミサの目に涙が浮かんだ。まだ13歳の中学生だ。泣き出してしまうのも無理はない。そんなミサを見て恵子さんは勝ち誇った顔をした。遅れて義母も部屋に入り、泣き崩れているミサを笑い飛ばしている。この隙を利用するかのように恵子さんは私たちを罵り続けた。しかしそれも長くは続かなかった。私は桑原美春。パートの仕事をしながら一人娘のミサを育て、もうすぐ50代に突入する。ミサは私が35歳の頃に出産し、今年で13歳になる。私には健吾という1歳年上の旦那がいるが、ミサは健吾との間にできた娘ではない。私は健吾と結婚する前、別の人と結婚していた。ミサはその夫との間の娘である。マナ娘にも恵まれ、3人で幸せに生活していたが、その生活も長くは続かなかった。元夫が交通事故で亡くなったのだ。当時ミサはまだ3歳。元夫の記憶はあまりないそうだ。私も亡くなってすぐは悲しみに暮れていたが、ミサまで失うわけにはいかない。シングルマザーとしてミサを育てる決意をした。そのためにはお金が必要だ。それからは子育てをしつつ、パートの仕事に明け暮れる日々を送った。パート先に移動してきた健吾と出会ったのは、決意してから2年後の春だった。当時、シングルマザーであるがゆえに、幼稚園のお迎えなどで社員に迷惑をかけてしまうこともあった。その度に、健吾は細かいサポートをしてくれたのだ。そんな心優しい健吾に惹かれ、私たちは交際を開始した。最初は初めての大人の男性ということもあり、ミサも緊張していた。彼にもそれは伝わり、まずは父親ではなく友達のようにミサと接してくれた。ミサにも健吾の優しさが伝わったのだろう。少しずつ彼女も健吾に懐いていった。健吾のことをお父さんと呼ぶようになり、心の底から嬉しそうな顔をしていたことをよく覚えている。交際中、健吾は自分に生殖能力がないことを告白してくれた。俺はミサちゃんを本当の娘だと思っている。俺とミハルの間に子供はできないけれど、それでも俺はミハルとミサちゃんと一緒に暮らしていきたい。健吾にとっては子供ができないことをとても引け目に感じていたのであろう。しかし、ミサにたくさんの愛情を注いでくれていた事実は変わらない。ミサが体調を崩したとき、わざわざ駆けつけて看病してくれたこともある。私にとって健吾に生殖能力がないことは別れる理由にはならなかった。この目で本物の娘のようにミサに接してくれている姿を見て、
この人と別れる選択肢はなかった。甘やかすだけではなく、大切な時には叱ってくれる。本当にミサのことを思ってくれているのが日頃から伝わってきていた。私たちはしっかり話し合い、今目の前の幸せを大切にしようという結論になった。打ち明けてくれてから、ケンゴは今まで以上に私とミサのことを大切にしてくれるようになった。同棲をはじめ、ミサが8歳の時に私たちは結婚。ギフは私たちの結婚を心よく受け入れてくれた。ギフもミサのことを血のつながった実の孫のように可愛がってくれている。ミサもそんなギフに懐き、私たちはギフとは良好な関係を築くことができた。しかし、義母は私を金目当てで息子をたぶらかした女だと認識した。義実家への帰省など顔を合わせるタイミングでは何か問題があるとすべて私のせいにしてくる。お皿の枚数が足りないのも私が悪い。たった少しの埃を見つけては私が掃除を怠っているなど言われたことをあげればキリがない。その上、私を罵るのは義母だけではなかった。ケンゴには、ケイコさんという2歳年上の姉がいる。ケイコさんも結婚しており、高校生から中学生の3人の娘を持つ主婦だ。娘さんたちは全員穏やかな性格で、旦那さんによく似ている。彼女は、義実家から歩いて10分程度の距離に住んでいたため、子供たちを連れてよく義実家に遊びに来ていた。私たちは電車を乗り継いで片道2時間ほどかかるため、夏休みや正月などだけ帰省していた。そのため、定期的に恵子さんたちとは会うことがある。恵子さんは自分が一番でないと気が済まない性格だ。義母と一緒に私をいびったり、毎回新作のブランドバッグを見せつけるなど、マウントを取ってくる。私たちはそこまで裕福ではないので、これが精一杯です。私の実家は北海道で、今住んでいる千葉からは距離がある。こまめに連絡も取っていないので、金銭的な援助も受けられない。私もパートで働いているが、ブランド品を買うほどの余裕はなかった。それを知っていて見せつけてくるのだ。恵子さんも私と同じパートだが、旦那さんの収入がいいのだろうか。服もバッグも市販のものなんて使えないわ。ちゃんとしたブランドのものを揃えるべきなのよ。今日の服は合計で100万円くらいかしら。恵子さんの子供たちは市販の服を着ていたので、あくまで自分を着飾れたら満足なのだろう。私は自分にお金を使うより、ミサがより幸せになれる使い方をしたい。考え方の違いも大きいだろう。そんな義母と恵子さんに私は嫌気がさしていた。ミサも義母と恵子さんにはあまりいい印象を持っていないようだった。ミサはお部屋で動画見てるからね、と顔を合わせると隠れてしまう。まだ子供なのに大人のいざこざに娘を巻き込んでしまって申し訳ない。二人ともいつもいろいろ言ってきてるよな。申し訳ない。昔からいつもそうなんだ。俺も親父も美晴の味方だからな。特に義父は昔から恵子さんのマウント癖をあまりよく思っていないらしい。何かあると義父が間に入って取り持ってくれていた。ケンゴも小さい頃よく恵子さんに好きなお菓子を食べられたなどいい思い出がないらしい。二人とも成人し、ケンゴは実家を出てから帰省もあまりしていなかった。そのため最近まで関わることはほとんどなかったようだ。私と結婚して孫に会わせるために顔を出す程度。恵子さんと話をしている姿はあまり見かけない。しかし、ミサと恵子さんの子供たちは仲がいい。
大人の事情で子供たちの仲を引き離してしまうのはかわいそうだ。健吾や義父の協力のもと、私と恵子さんは適度な距離感を保っていた。幸いにも家まで来られることは今までなかった。年に数回会う時に私が我慢すればすべて丸く収まっている。ミサが大きくなれば会うことも減ると思うの。それまであと少しの辛抱だよ。私は大丈夫。健吾にそう言いながら私は自分に言い聞かせていた。町にイルミネーションの光が灯り始めたある日、義実家でクリスマスパーティーをするという連絡があった。義父が気を使ってくれてミサを招待してくれたのだ。主催者は恵子さんらしいが、義父も協力しているという。当然ミサは行きたいと言っている。ミサはまだ13歳だ。学校にも徒歩通学で電車に乗り慣れていないのに、一人で片道2時間の義実家に行かせるのは危険がある。パーティー当日は日曜日で、私も健吾も仕事はお休みだ。私たちはミサを連れて義実家へ向かうことにした。クリスマスパーティーといえば、プレゼント交換がつきものだろう。あまり高価なものは出せないが、私たちはプレゼントを用意することにした。それを聞きつけた恵子さんは、プレゼントを勝手に指定してきた。招待状と一緒にプレゼントリストも送られてきている。中身を確認すると、高級ブランドのネックレスや化粧品など、子供が使うとは思えないものが書き連ねられていた。どれもこれも、すべて 1.5 万円を超えるものである。子供たちのプレゼント交換を何だと思ってるのだろうか。恵子さんの子供たちがブランド物を身につけている姿を見たことはなかった。つまりこれは、子供たちの欲しいものリストではなく、自分が欲しいものリストなのだろう。私たちは指定を無視して、ミサにプレゼントを選んでもらった。ミサは一回の買い物では選びきれず、何回もプレゼントを買いに回る。その度に選択肢が増えて、楽しそうにしているミサを微笑ましく見守っていた。最終的にイヤリングと消しゴム、合わせて3000円分のプレゼントとなった。クリスマスパーティーの日をミサは指折り数える。せっかくのパーティーだ、揉め事を起こさないように、私たちは最大限の注意を払うことにした。そして迎えた当日。恵子さんの子供たちは前日から泊まり込みで飾り付けをしたそうだ。クリスマスらしい豪華なケーキやローストチキンなどはもともと調理師だった義父の手作りらしい。子供たちだけで楽しんでもらいたいということで、大人はあまり部屋に集まらないようにしていた。義実家はリビングの隣に和室があり、奥には健吾の子供部屋だった小部屋がある構造だ。リビングでクリスマスパーティーを行っている間、大人たちは小部屋でお酒を飲み交わしていた。恵子さんの旦那さんは仕事が忙しいらしく出席できなかった。リビングの声は部屋からでも少し聞こえる。楽しそうな声が響く中、大人たちもたわいもない世間話をしていた。恵子さんは私と顔を合わせたくないのだろう。豪華な食事があった時は部屋にいたが、今は見当たらない。私としてもあえて顔を合わせたりしたくないから好都合だ。パーティーも終盤に差し掛かり、プレゼント交換をする時間になったようだ。私の分のプレゼント、受け取ってほしいな。ミサはプレゼントを両手で抱え、恵子さんの娘さんに差し出した。彼女たちは嬉しそうな顔でプレゼントを受け取っている。あのプレゼントを指定してきたのは恵子さんだけで、娘さんたちは関わっていないのだろう。子供に向けて渡すプレゼントだ。実際の子供に選ばせて正解だった。交換は音楽をかけ、止まった時に持っていたものがその人の手に渡る昔ながらのやり方で行うようだ。
娘さんたちも交換会を楽しもうとしていたが、プレゼントの数が足りない。恵子さんの子供たちは一人一個用意したのにおかしいと首をかしげる。私もプレゼント探しに駆り出された。食べかけのお菓子や遊びに使ったおもちゃが床には散乱している。きっとどこかに紛れてしまったのだろう。そう思い探し始めたものの、部屋のどこを探してもプレゼントが一個足りない。間違って捨ててしまったのだろうか。そんな時、どこかに姿を消していた恵子さんがリビングに入ってきた。ミサを見て恵子さんは突然怒鳴り始める。貧乏人に渡すプレゼントなんてないわよ。さっさと帰って。私たちは恵子さんの言っている言葉が理解できなかった。恵子さんはブツブツと今までの文句を口にしている。どうやら恵子さんがミサに渡す分のプレゼントを隠したようだ。今まで隣の部屋にいたのはギリギリになってプレゼントを隠しに行ったからだという。恵子さんはミサが用意したプレゼントを娘の手から勢いよく奪い取る。舐め回すかのようにプレゼントを確認した後、プレゼントを床に投げつけた。こんな貧相なものをプレゼントなわけがないじゃない。こんなものを渡してくる人は家族じゃないわ。帰って。どうやら自分が指定したブランドものではなかったことが気に食わなかったようだ。床にはミサが一つ一つ選んだイヤリングが散らばっている。子供たちは拾ってくれているが、ミサは目の前で起きたことが理解できていないのか固まってしまった。徐々に状況を認識したのか、みるみるうちにミサの目に涙が浮かんだ。まだ13歳の中学生だ。泣き出してしまうのも無理はない。そんなミサを見て、恵子さんは勝ち誇った顔をした。遅れて義母も部屋に入り、泣き崩れているミサを笑い飛ばしている。この隙を利用するかのように、恵子さんは私たちを罵り続けた。しかし、それも長くは続かなかった。帰るのはお前だ、恵子。隣の部屋から義父が慌てて駆けつけてくれたのだ。ミサの涙を拭いながら、恵子さんに怒鳴り始める。義父は温厚な性格で、怒鳴るところだけではなく、イライラしている姿も見たことがない。そんな義父が鬼のような表情で怒鳴り始めたのだ。恵子さんだけではなく、先ほどまで一緒にけなしてきていた義母まで口を閉じた。お父さん、もしかして聞いていたの？子供たちとプレゼントを一緒に探していたのは私だけだった。義父はお酒に弱いので酔っていて見ていないと思っていたのだろう。義父と健吾はすべてのやりとりを見ていた。実はお酒を飲んでいたのは義母と恵子さんだけで、義父と健吾が飲んでいたのはノンアルコールビールだったのだ。私がプレゼント探しに奔走している間、健吾は恵子さんにブランド物を持ってくることを指定されたということを義父に伝えていた。さすがの義父もそれは許してはいけないということでタイミングを見計らっていたのである。それだけではない。恵子さんの子供たちもミサを慰め始めた。あんたたち何してるの？貧乏が映るわよ。恵子さんは焦った声でミサから離れるように子供たちを説得している。子供たちは恵子さんの説得を聞いていない。慌てて義母も一緒になって子供たちに声をかけているが、全員ミサの方を向いている。誰一人として振り返ることはなかった。まるで二人の行動は間違っていると行動で表しているかのようだった。どうやら子供たちはいつでも自分たちの味方だと二人は思っていたらしい。義母と恵子さんはそんな子供たちの姿を見てたじろいでいる。いつまでブランド物を欲しがるんだ。もうお前はただの主婦なんだぞ。驚く私に子供たちを別部屋に移動させた義父は昔話をしてくれた。どうやら
昔から恵子さんには浪費癖があったという。恵子さんは大学生の頃、遊ぶ金欲しさにキャバクラで働き始めたらしい。コンビニのバイトなどとは違い、キャバクラの給料は高額だ。高校を卒業したての女の子が大金を手にして浮かれてしまうのも理解できる。それに、店ではドレスやバッグなどブランド物を身につける必要がある。キャバクラで働いては新作のブランドバッグを買い、お金が足りなくなったらシフトを増やす。そんな生活を3年間続けた。しかし、大学3年生になり退職することになったという。原因は、義父にキャバクラで働いていることがバレてしまったからだ。恵子さんは隠れて働き続けようとしたそうだが、家を追い出す宣言をされたため諦めたそうだ。義父が恵子さんを怒鳴ったのは過去にその1回だけだという。退職後はスーパーのレジ打ちのバイトを行い、就職活動の末、一般企業の OL になった。そこで出会った今の旦那さんと結婚し、寿退社。退社してからも、ブランド物を買う生活からは抜け出せていないそうだ。そんな恵子さんのことを、旦那さんはよく叱っているという。自分で買えないものは、身の丈に合っていないものということだ。他人に買わせるんじゃない。私たちに指定してきたプレゼントは、全部恵子さんの買いたかったものだった。プレゼントなんてそういうものでしょ？何が悪いのよ。負けじと恵子さんも息を荒げながら言い返している。恵子、お前は今自分のパート代だけで生活してるよな。なのにそんなにも多くのブランド品を買えるのか？それはちゃんとシフト増やしてるのよ。全部自分のパート代で買ったものだわ。痛いところを突かれたというように少し反応が鈍る。義父はその揺らぎを見逃さなかった。じゃあ、これは何なんだ？義父は携帯を取り出し、私たちにとある画面を見せてくれた。そこには民間金融機関からの借金の合計金額が記載されていた。なんでこれを持ってるの？お母さんの部屋に置いてあるのを見かけた。これ以上の証拠はないだろう。恵子さんは口ごもり、うつむいている。クリスマスパーティーという空気ではなくなってしまった。その日は私たちがいては邪魔だということでお開きとなった。子供にとってはあまり思い出したくないクリスマスになってしまっただろう。ミサの好きなぬいぐるみを買って帰り、家族3人でホームパーティーを仕切り直すことにした。それから3ヶ月後、義父から連絡が入った。恵子さんが離婚したそうだ。恵子さんの元旦那は借金までしていたことを知らなかった。義父経由で借金の存在を知り、慌てて身辺調査を行ったらしい。驚くことに、恵子さんは子供たちの学習保険を解約していたそうだ。そして、そのお金もすべてブランド品に費やしていた。元旦那は当然許すことができず、離婚を選択した。恵子さんは義母を連れて元旦那の実家に突撃したという。しかし、それも逆効果となり、絶縁を言い渡された。あのクリスマス以来、子供たちも恵子さんと一線を引いていたそうだ。幸いなことに、全員親権を選べる15歳を超えていたので、全員が父親を選んだと話してくれた。恵子さんは元旦那から慰謝料と養育費の請求もされている。その支払いも滞っているそうだが、元旦那さんの方は仕事の稼ぎがあるので、子育て自体のお金には困っていない。しかし、男で一つで子供3人を育てることはなかなか大変だという。結婚している時から仕事が忙しく、家を空けがちだった。クリスマスパーティーにも来られなかったのはそのためだ。俺、みんなの勉強見ようか？今会社でオンライン授業の研究をしているところだし、ちょうどいいんだ。
もともとケンゴは子供が大好きだ。子供たちもケンゴに懐いていて、義実家にいる時に勉強を教えることもあった。ミサをかばってくれたという恩もある。正式に元旦那から依頼があり、ケンゴは時々子供たちの勉強をオンラインで見ることになった。もう離婚して半年も経つのに、姉さんからたまに嫌味が綴られた連絡が届くんだ。一方、恵子さんは責任転嫁して、ケンゴや子供たちを罵り続けたらしい。私が育ててやったのに、なんて親不孝な娘たちなんだよ。せっかく優しく育ててあげたのに、あの子たちはきっと後悔するわ。離婚なんてもってのほかよ。恵子さんは離婚後、実家に帰ったらしい。それからというもの、気性が荒い恵子さんのことを、義母は何があっても味方をしていた。義父は、そんな義母の様子に疑問を持ち始めたという。恵子さんのことを叱ることも多々あった義母が、今は全部肯定している。今の義母は、誰が見ても違和感があるだろう。義父が、隠れて義母のことも調査し始めると、決定的な証拠が見つかったという。義父から確認してほしいという依頼があり、私たちはクリスマスパーティーぶりに義実家を訪れた。私もケンゴも義実家からは距離を置いていた。義父が定期的に私たちの家に来てくれたために、行く理由がなかったからである。二人は、いつも決まって同じ時間に買い物へ出かけるそうだ。ちょうど私たちが到着した時、二人は席を外していた。あの日は華やかに飾り付けられていたリビングを、義父の分の食器だけ置かれており、物悲しい雰囲気を放っている。一つ一つに目を通すと、そこには義父名義での借金が記載されている。これって、義父が借金をする必要も理由もない。驚きながらすべてに目を通し切ったとき、玄関の開く音がした。私たちの靴が置いてあるのを見たのだろう。二人が慌てて部屋に飛び込んできた。あんたたち、なんでここに？肩で息をしながら、恵子さんは健吾に詰め寄った。恵子、これは何なんだ？俺はこんな借金をした覚えはない。義父は冷静に健吾から恵子さんを引き剥がし、髪を突きつけた。それは恵子さんが自分名義では借りることができなくなったために、義父名義で借りてきた借金の明細だった。それにこれは母さんの名義じゃないか。なんと恵子さんだけではなく、義母も借金をしていたのだ。どうやら義母はお互いの老後のためにと貯金していた資産を恵子さんとの豪遊に使い込んでいたらしい。義父は倹約家で貯金が趣味のような人だ。老後穏やかに暮らせるようにと会社員時代からの貯金を合わせると6000万円ほどの資産を持っていた。しかしそれを二人は3年で使い切ってしまったという。それだけでは足りず、二人は借金を繰り返した。結果として7300万円にも借金は膨れ上がっていた。仕方ないじゃない。養育費も払わないといけないストレスが溜まっていたのよ。そうよ。元を正せば離婚したあの人が悪いのよ。責任をなすりつけるな。自分の欲求を抑えられないお前たちに責任がある。その後も、恵子さんと義母は見苦しい言い訳を続けていた。元旦那が悪い、娘が悪い、義父が悪い。どこからそんな人のせいにできる発想が生まれるのだろうか。そのすべてを義父は正論で跳ねよけ、ついに二人は黙り込む。すべてを終わりにするかのように、義父は離婚届を突き出した。お前と籍を入れたことは、俺にとっての一生の恥だ。恵子は俺の娘じゃない。義父の欄が記入済みの離婚届を見て、義母は慌てて謝罪し始める。
涙を流しながら義母は土下座を始めた。それでも恵子さんは眺めるだけで謝罪も何もしない。義母は恵子さんにも謝罪するように言い始めたが、謝罪したくない恵子さんと言い合いになっている。もう何も言うことはないと義父はその場を立ち去った。あんたたち何ぼさっとしてるの？さっさとお父さん呼び戻してよ。義父がいなくなってから恵子さんは慌て始める。すべて口だけで行動されるとは思っていなかったようだ。今さら俺たちに取り入るのか？あれだけのことをしておいて。もう俺たちとも関わらないでくれ。これ以上この場にいてもいいことはないだろう。私たちも義実家を後にした。その日の夜、リビングでくつろいでいるとインターホンが鳴り響いた。夜も22時を回った頃だ。来訪者としては非常識な時間である。モニターを確認すると恵子さんが映っていた。健吾が対応すると言ったので、私はリビングから様子を見守ることにした。こんな時間になんだよ。種なしの弟のくせに生意気なのよ。さっさと私を入れなさい。どうやら私たちが帰った後、義母と恵子さんはこれ以上ないくらい喧嘩をしたらしい。そして恵子さんは家を追い出されたそうだ。元夫の家に行くが当然門前払いされた。ホテルに泊まるお金も惜しいということで、私たちの家に転がり込む気で来たようだ。冗談じゃない。今すぐ帰らないなら警察を呼ぶからな。親族なんだからいいでしょ？さっさと私を入れなさい。健吾の勧告も聞かず大声で騒ぎ続ける。近所迷惑だと注意しても恵子さんはさらにヒートアップしてしまう。帰る気配もないため言った通り警察を呼んで恵子さんを追い返すことになった。なんであんたたちだけが幸せになってるのよ。絶対に許さないからな。警察に連行されながら彼女は捨て台詞を吐いた。健吾も私も元旦那さんも最初は恵子さんに歩み寄ろうと頑張っていた。それをすべて壊してしまったのは彼女自身である。恵子さんも50歳を目の前に、今さら性格も変えられないのだろう。お金も家族もすべて失ってしまい、取り返しがつかないところに来てしまったことが受け入れられないようだ。その後、義父からお礼の連絡とともに、二人についての報告があった。どうやら義母と恵子さんは、お互いに責任を押し付け合ったらしい。結果的に、どちらとも絶縁したらしい。お互いに自分名義の借金を抱えていたため、二人とも貧困生活を送っているという。義母はすぐに義父に慰謝料を支払ったそうだが、そんな大金をすぐに用意できるつてなど義母にあるわけもない。義母は新たに借金をして返済したのだろうということだ。幸いなことに、義父名義で勝手に借りられていた借金は慰謝料で賄える範囲だった。義父は新居を借り、タクシードライバーとして老後のための資金作りに励んでいるという。恵子さんの子供たちは離婚後も義父との付き合いは続いているそうだ。あんなことがあったというのに慕ってくれる孫たちに感謝の気持ちでいっぱいだと義父は語った。そして再び迎えたクリスマスの日。義父の新居で和気あいあいとミサたちはプレゼント交換をしている。中身はそれぞれが選んだものだ。ブランド物は一つもないけれど、子供たちが笑顔で楽しめるプレゼントが一番なのだ。身の丈に合わないブランド物や大金は、こんなにも人の性格を変えてしまうのか。私は今回の一件でお金について改めて考え直させられた。ミサは今でも恵子さんの子供たちと仲良く過ごしている。子供たちが母親と同じ道を歩んでいかないことを
陰ながら見守っている。ちょっと、こんな時間にどこに出かけるっていうの？夫のマサトは、かかってきた携帯の画面を見た途端、食事の手を止めて、自室に戻ると、上着を持ってどこかへ出かけようとしていた。せっかく久しぶりに、家族団らんの時間が取れたというのに。いや、今電話で、母さんが家で転んで、動けないから助けてほしいって。だから今から、夜間外来に連れて行く。お前たちは何も心配しなくて大丈夫だからな。マサトはそう言って家を飛び出していった。突然の出来事に普通に見送ってしまったが、彼はこれまで由美子さんのことなど全くの無関心だったはずだ。それなのに今更になってお母さんの心配をするなんて。それに今の電話、一瞬しか見えなかったけど、通話画面の名前の表示が非通知設定になっていたように見えた。実の母親なのに非通知にするはずがない。今の言動で一気に怪しさが募った。マサトが出て行ってから数分後、突然インターホンが鳴った。ヨシエさんこんばんは。ヨシエさんが体調悪いって聞いてシチュー作って持ってきたんだけど。これはどういう状況なのかしら？ドアを開けると、転んで動けなくなっているはずの由美子さんが、両手で鍋を抱えた姿で、目の前に現れたのだ。え？お母さんこそ。ついさっきマサトが、お母さんが転んで動けなくなったって、飛び出していきましたよ。その時確信した。マサトが、由美子さんが動けないと嘘をついて、さらには、家族の団らんを踏みにじってまで行った先を。私の名前は、伊藤よしえ。現在は夫のまさとと、小学生の大輝の三人暮らしだ。最近の物価高騰で、正直生活は楽なものではないが、家族三人、仲良く暮らしている。出会いは、お互い大学生の頃で、私がたまたま立ち寄ったカフェの店員さんが、まさとだったのだ。人見知りな性格もあって、一人の時に初めて顔を合わせた時は、あまりのかっこよさに緊張してしまって、お客さんとしてもうまく言葉が出てこず、困らせてしまったのを今でも覚えている。これが一目惚れなのか。人生生きてきて、一目惚れなんてあるはずもない。どちらかといえば、迷信だと思っていた派の人間だったので、どうしたらよいのかわからず、あたふたとしていた。恋愛経験豊富な高校からの友達に、私はどうすればいいのかと助言を求めた。気になるなら声かければいいんじゃない？じゃないと始まらないでしょ？高校を卒業するまでの間に二人しか男性との交際経験がなかった私には難しいことを、さも当たり前のように話す友達。それは分かってはいるけど、ほら、私って人見知りだし、彼の前だと余計に緊張しちゃって話しかけようにもできないんだよ。10分ほど、ああでもない、こうでもないと考え続けた結果、一人で無理なら二人で行こうということになり、私たちは大学終わりに彼がいるであろうカフェへと向かった。店に行くと、レジに彼の姿が確認できる。今行けば彼と話ぐらいはできるはずだ。と背中を押してくれた友達を後ろにつけて注文の列に並んで待ち、ようやく私の番が巡ってきた。いざ自分の番がやってくると、彼を前にして緊張で心臓の鼓動がさらに速くなっていくのを感じつつ、注文を促してくる彼に第一声をかける。カフェラテを一つお願いします。それと私と友達になってもらえませんか？勇気を出してかけた第一声は自分でも制御できておらず、レジ前の他の客にも聞こえるほどの声量が出てしまった。他の客にも聞かれてしまい、恥ずかしい思いをしてしまう。途端に恥ずかしさと人見知りが発動し、私は顔を真っ赤にし、注文の品と会計を
友達に丸投げしてカフェを飛び出した。終わった。私の頭にはそれしかなかった。だけど私の勇気は結果良いものになった。というのも、私の後を追いかけてきた友達の後ろをさらに彼が追いかけてきていたのだ。どうやらカフェでの私の挙動がどうしても気になっていたらしく、ちょうど休憩時間でからと追いかけてきたそうだ。思わぬ形で彼との接点を持つことができた私は、連絡先を交換して、半年間友達として遊びに行ったりした後に告白。自分の積もりに積もった気持ちを伝えると、彼も私と遊んでいるうちに好意を持ってくれていたらしく、晴れて恋人関係にまで発展。その後、交際、同棲期間を数年の間過ごし、結婚に踏み切った。それから生まれたのが、一人息子の大輝で、毎日子育てと家事で目まぐるしく活動しているが、家族のために働けていると思うと、疲れなんて関係なくなってくるのが不思議だ。昔は結婚など自分には無理だろうと思っていたけど、いざ結婚して家庭を持つと、その意識も変わってくるものだと実感した。しかし、結婚生活の中で一つ、頭を抱えるほど悩んでいることがある。それは最近、夫であるマサトの帰りが不自然に遅いことである。以前までは仕事が終わると、今から帰る、などと連絡を入れてくれたが、最近はその連絡はおろか、朝帰りは当たり前。普段香水なんてつけないのに、甘い香りを体中にまとわせて帰ってくるなんてこともあった。気になった私は、そのことをマサトに問いただしたが、仕事で疲れているから、接待だから仕方ないなどと、取ってつけたような理由を言って逃げられてしまう。いい加減真実をはっきりさせなければいけないと思ってはいた。しかし、家族のこと、特に大輝のことを一番に考えると、不自由にさせたくないという思いから、なかなか離婚に踏み出せずにいた。誰かに相談したいが、今現在、私の身近な人間といえば、義母の由美子さんぐらい。結婚の挨拶をお互いの家にしに行った際に、年が離れているにもかかわらず、話の波長があって、それ以来お母さんというよりは、お友達感覚で仲良くさせてもらっている。由美子さんはいつも、私の家事や育児の相談などを聞いてくれて、いつも私の味方をしてくれる。しかし今回ばかりは余計な心配や心的負担を負わせてしまうかもしれないとためらっている状態だ。数年前たまたま遊びに行った際、由美子さんは体調不良になった。大事には至らなかったものの、年齢のこともあり、由美子さんはこれまでのような生活は送れなくなってしまった。その時もマサトに由美子さんが体調不良で大変だと連絡したが、仕事が抜け出せないから代わりに見てくれと心配する素振りも見せず、翌日の夕方にまた香水の香りをまとわせて帰ってきた。今回は発見が早くて大事には至らなかったが、もしこれが大事になっていたらどうしていたのかと、怒りの爆弾が破裂寸前になった。しかし当人の由美子さんは怒ることなく、私に怒りを鎮めるようなだめるだけだった。一時入院していた由美子さんが退院してからは家事の手伝いをしたり買い物に一緒に行ったりしている。由美子さんも初めは手伝いに来る私に対して申し訳なさそうにしていたが、私が手伝いたいから来ていると話すと素直に受け入れてくれた。よしえさん、本当にいつもありがとうね。あなたのおかげで毎日が楽しいわ。いえ、私の方こそ、お母さんにはいろんな面でお世話にもなってますし、私もお母さんとこうして話したりするのが楽しくて、こちらこそありがとうございます。普段感謝されることがない私にとっては、由美子さんから言われるありがとうの言葉が心に染みる。由美子さんは私が守るんだ。そんなことを決意したとある日の夕飯の時、今日は珍しく、マサトが早く帰ってきて、久しぶりに家族3人で夕飯を食べれることになった。
定時にマサトから帰るという連絡が来た時は妙に嬉しくて、準備していた夕飯に付け加えて、おつまみの一つでも作ってあげようと冷蔵庫を漁り、ウキウキで仕上げていく。私の気分の上昇を感じ取ったのか、リビングで宿題をしている大輝が不思議そうな顔をして問いかけてくる。お母さん、どうしたの？なんか機嫌いいみたいだけど。え？そんなに機嫌よく見える？実はね、パパが久しぶりに早く帰ってくるらしいのよ。久しぶりに家族団らんができるから、なんだか嬉しいのよ。ふーん。年頃だからなのか、冷たい反応を示してくるが、大輝も内心、嬉しく思っているはず。再び、宿題をするために戻る大輝の後ろ姿を、微笑ましく眺めながら、私も料理を再開する。それから30分ほどして、マサトが帰宅し、久しぶりの家族団らんを囲む、夕飯を迎えることができた。今日は、大輝のリクエストで、ハンバーグを作り、マサトが早く帰ってくるということで、小鉢にいくつかのおつまみを用意して、食卓に並べる。大輝の学校での出来事や、最近起きた身近な話を話し合いながら、食事を進めていく。先ほどは冷たい態度をとっていた大輝も、なんだかんだ、食事と会話が進むにつれて、表情も柔らかくなり、マサトとも会話をするようになった。やっぱり家族で食事をしながら会話をするのは楽しい。いくらマサトが遅く帰ってきてスーツに甘い香水の香りを身にまとっていたとしても、こうして家族揃って食事ができるともやもやとしていた気持ちが薄れていく。今それを改めて実感している。食事もある程度進んだ時、マサトの携帯が家族の会話を遮るように鳴り響いた。マサトはかかってきた携帯の画面を見るなり、途端に食事の手を止めて自室に戻ると、上着を持ってどこかへ出かけようとしていた。ちょっと、こんな時間にどこに出かけるっていうの？いや、今電話で母さんが家で転んで動けないから、助けてほしいって。だから今から夜間外来に連れて行く。お前たちは何も心配しなくて大丈夫だからな。マサトはそう言って家を飛び出していった。突然の出来事に普通にマサトを見送ってしまったが、これまで由美子さんのことなど全くの無関心だったはずなのに、今更になってお母さんの心配をするなんて。それに今の電話一瞬しか見えなかったけど、通話画面の名前の表示が非通知設定になっていたように見えた。実の母親なのに非通知にするはずがない。先ほどまで家族の良さを再確認していたのに、今の言動で一気に怪しさが募った。その時、インターホンが鳴った。よしえさんこんばんは。よしえさんが体調悪いって聞いてシチュー作って持ってきたんだけど、これはどういう状況なのかしら？出てみると、転んで動けなくなっているはずの由美子さんが両手で鍋を抱えた姿で、目の前に現れた。え？お母さんこそ。ついさっきマサトが、お母さんが転んで動けなくなったって飛び出していきましたよ。ひとまず、由美子さんを家の中に入れて、お互いの話のすり合わせをすることにした。話によると、由美子さんはマサトから、私が体調不良で、療養しているから、家には近づかないでほしいと言われていたらしい。何度かマサトに私の様子は大丈夫なのかと連絡を入れていたらしいのだが、その度話をはぐらかされたり、一方的に大丈夫と押し通したりなど、私と由美子さんを接触させないようにしていたようだ。これで確信した。マサトは由美子さんが動けないと嘘をついて、さらには家族の団らんを踏みにじってまで他人の元に行ったということだ。我慢の限界に至った私は、何かあった時のために前もって車に設置しておいた携帯から位置情報を確認できる GPS 装置を起動した。 GPS の位置情報からマサトは現在
車で町の中心部に向かっているようで、この道のりだとそのままホテル街に入っていくことになる。おそらくマサトが浮気相手から呼び出されてホテル街に向かっている道中だと思われる。由美子さんが私が操作する携帯の画面を覗き込み、マサトの GPS の動向を一緒に見ながら言った。もし、ヨシエさんがマサトと離婚したいなら、私は協力するわよ。私は、ヨシエさんの味方だから。その言葉で、今まで悩んでいたことが、パッと弾け飛んだ。私は、ユミコさんの言葉に後押しされ、マサトに対して、行動に出ることに決めた。携帯の画面を確認すると、GPS のピンは、地図上のホテルの目の前で止まっていて、マサトの浮気の証拠を決定づけた。とはいえ、GPS の位置情報も絶対ではない。本当は少し位置がずれていて、ホテルにはいないかもしれない。所在の確認も兼ねて、試しにマサトに電話を入れてみるも、数回のコール音の後、電話に出ることもなく切られて、もう一度かけてみると、電源まで切られてしまっていた。もしかしたら、という思いもあっての電話だったが、電源まで切られているんじゃ、どうしようもない。大丈夫。今日はとりあえず放っておきましょう。明日帰ってきた時に、マサトにはすべてを話してもらうわ。そう言われて、私はおとなしく、大輝と由美子さんと一緒に、一日を終えた。そして次の日の朝、大輝起こす前に、マサトが帰ってきていないか、リビングに降りてみたが、やはり帰ってきていない。わずかに開いたカーテンの隙間から朝日が差し込む。誰もいない静かなリビングだけがそこにはあった。結局帰ってきてない。か。もう本当に潮時ね。時間も過ぎて時刻は昼過ぎに差し掛かった頃、昨日飛び出していった格好のままのマサトがようやく帰ってきた。お帰りなさい。帰ってきて早々だけど、話があるの。はあ？なんだよ。母さんを夜間外来に連れて行って、ずっと付き添っていて、疲れているんだ。後にしてくれよ。マサトは、めんどくさそうに頭をかいて、ため息まじりに答えて、自室に向かおうとした。だが、私の背後から、由美子さんが現れ、マサトの行く手を阻む。私が転んで動けなくなったって？どういうことなのか、詳しく説明してもらおうかしら。余裕な表情だったマサトの顔も途端に青ざめた。それもそうだ。昨夜、母を助けようと家を飛び出したはずなのに、その本人がこうして元気な姿で、しかも私と一緒にいる状況なのだから。何も言えなくなり、まるで借りてきた猫のように、おとなしくなったマサトを連れて、リビングに行くと、私が事前に呼んでおいた両親の姿を見て、さらに表情が暗くなる。由美子さんと私の両親が集結しているこの状況に、なんとなく察しがついたのか、促されることなく椅子に座り、自然と話を聞く姿勢になっていた。マサト、どうして私たちが集まっているのか、その様子だともう分かってると思うけど、理由を自分で言ってみなさい。由美子さんの問い詰めを受け、額に冷や汗をかきながら、マサトはうつむき、何も答えず黙ったままでいる。あなたが話さないなら、私が代わりに話します。あなたは昨夜、お母さんが怪我をしたから、夜間外来に連れて行くと言って、家を出て行きました。けど実際は、ホテル街にいましたね。けど私は転んでもないし、怪我もしてない。しかも、ヨシエさんの体調が悪いからと言って、家に近づけませんでしたね。私が家に来ると、都合が悪いからでしょ？違う？私は携帯を取り出し、GPS の最終位置情報が、ホテルだったという証拠を突きつけた。マサトはいつの間に位置情報が私と共有されていたのだと驚いたのか、
目を丸くしていた。マサトがどこに行っているのか確認すること自体は容易だったが、育児や家事で追われていたし、私の両親もあってアプリを起動したのは今回の件で初めてだった。マサトは私の顔を見てどうやってアプリを入れたのか問いただしたい様子だったが、状況的にもそれを言い出せるわけもない。それもそうだ。ここでそのことについて私に追及すれば怪しい場所に行っていることを自供することになってしまうのだから。自分から何も言わなければ多少の証拠はあれど真実が明らかになることはない。そういう算段なのだろう。しかし私は由美子さんにはそういう手は通用しない。マサトが話さずとも私たちはとことん真実を追求していく。マサト君、君の口からどういうことなのか説明していただこうか。いや、これは。私の父からの問いかけに言葉に詰まるマサトの携帯が突然音を立てて震えた。仕事の連絡かもしれないと携帯に視線を落としたマサトの表情が一瞬曇ったのを私は見逃さない。すかさず携帯を取り上げると、そこには女性からのメッセージで、忘れ物とあり、20代ぐらいの若い女性が、マサトが使っているコインケースを持った写真が送られてきていた。これは？この若い女の子は誰なの？まさか会社の後輩とか、見えすいた嘘はつかないよね。浮気相手の方から確たる証拠となる写真を送りつけてくるとは、本人ですら考えていなかったようで、顔色ももはや青から白へと変貌を遂げていた。これまで沈黙で真実を隠し通そうとしていたマサトだが、もう逃げ場はどこにもない。マサト、あんた今すぐこの女に連絡を入れなさい。それで、その女にもちゃんと説明をさせなさい。由美子さんの口から聞いたことのないような低い声だった。彼女がマサトに放った言葉はとてつもない重みをはらんでいた。その威圧感に私も思わず鳥肌が立ってしまう。マサトもその威圧感に反抗することもなく、素直に言うことを聞き、浮気相手の女に電話をかけた。その場にいる全員に電話の声が聞こえるようにスピーカーにして浮気相手との会話を図る。浮気相手の女は名前を桜井優衣というらしい。声色や口調は20代前半ぐらいで今時のギャルっぽい感じ。マサトの本当のタイプは彼女のようなものなのか。あなた、昨日マサトと会っていたのよね。マサトが結婚しているってことを知っていたのかしら？それとも、既婚者と知らずに会っていたの？はい、知ってましたよ。だってマサトさん、自分で言ってましたし。めっちゃ私生活について、ホテルで会うたびに、愚痴ってばっかでしたもん。話聞くのは慣れてますけど、正直疲れましたよ。ってことは、既婚者ということを知っていて会って、ホテルで密会をして、昨日もマサトをホテル街に呼び出したってことなの？いや、呼んだのは確かに私だけど、ホテル予約してて約束忘れてたのはマサトさんですよ。だから、どうするのかなーって思って、昨日は連絡したの。ということは、昨夜家を飛び出して行ったのは、自分がしていた約束の連絡を受けたからというわけか。彼は家族の団らんの時間よりも浮気相手を取ったのだ。昔は優しくて家族を大事に思ってくれていたマサトは、結婚して大輝が生まれてからなぜか変わってしまった。悲しさや怒りというよりも虚しさが募る。母は怪訝そうな顔で、父は今にもマサトに殴りかかりそうな顔をぐっとしわくちゃにして睨みつけていた。実はね、マサトの女癖の悪さには前から気づいていたの。でもみんなに余計な心配をかけたくなくてずっと黙ってた。
離婚しようにも大輝のことを考えると、女で一つで育てると不自由な生活をさせちゃうと思って。だから私に会いに来ていた時も何か元気ない感じだったのね。私もしかして顔に出ちゃってましたか？いや、そういうわけじゃないんだけどね。あなたのご両親ほどじゃないけど、私も母親だし、よしえさんとは長い付き合いだからね。なんとなく何か悩んでるのかなって感じてたの。誰かに迷惑をかけてしまうからと押し殺していたと思っていたのに、私は自分でも気がつかないうちに SOS を求めていたのかもしれない。誰かにこの気持ちに気づいてほしかったのかもしれない。けど、もうそれも悩む必要なんかないんだ。みんなに自分の気持ちを打ち明けて気づいてもらえたおかげで全て吹っ切れた。私はもうあなたみたいな女癖が悪くて家族のことを大切に考えない人とはやっていけない。私と離婚してください。今まで言うに言えなかった思いをマサトに話すことができた。するとこれまで黙り込んでいたマサトがその固く閉ざしていた口をため息という形でこじ開けた。はあ、元はといえばお前が悪いんだからな。結婚前はちゃんと女らしくしてたのに、結婚した途端に魅力もなくなったから、ゆいちゃんみたいな若い可愛い子と遊んでるんだよ。何が悪い？悪びれることもなく開き直り、自分が浮気したのも自分のせいではなく、女としての魅力がなくなった私の責任だと言ってくる始末だ。あまりにも理不尽な責任転嫁と開き直りに、ふつふつと怒りがこみ上げてくる。確かに大輝が生まれてからというもの、家事やら育児やらと猫の手も借りたいぐらいに忙しくて、自分自身に時間をかける暇も余裕もなかった。でもそれは家族の幸せが大切だと思っていたからだ。家族が笑顔で幸せに暮らすためなら、私は自分に時間やお金なんかをかけずとも幸せだった。その思いをこの男はすべて踏みにじったばかりか、若い女の子にうつつを抜かして家族のことなんか二の次、もはや考えてないに等しい。多分マサトは家にお金を入れればそれで十分だろうとしか考えていない。あんたってやつはどんなに母親が大変かを分かっていないのかい？私だってあんたを育てるのに自分のことなんかかなぐり捨てて家事や育児をしてたのよ。マサト君、君ってやつは本当にどうしようもない男だな。マサトさん、それはあんまりだわ。言いすぎよ。みんなからの大批判を受けるが、完全に開き直ったマサトにとっては、何のダメージもなく、椅子の背もたれに体を任せて携帯を触っている。まるで反省の色がない。いや、たとえ反省していたとしても、今となっては許すなんてことはないのだが、少しぐらいは私たちの言葉が胸に響いてもいいはずなのに、マサトにその様子は見られなかった。昼過ぎから続いたこの話し合いも気がつけば数時間が経ち、学校を終えた大輝が帰ってきた。ただいま。ってあれ？おじいちゃんもおばあちゃんもみんな集まってどうしたの？お、大輝、お帰り。なあ、聞いてくれよ。大輝はすがりついてきたマサトに冷たい視線を向けた。すみませんが、触らないでください。僕は外で他の女の人と会って僕たち家族のことは無視してお母さんのことを傷つけるような人はお父さんとは思えないので。マサトの顔と状況を見て小学生ながらに全てを悟ったようだ。その言葉に私も含めてその場にいる全員が驚いた。マサトの浮気に関して家族は愚か、誰にも絶対に口にしていないというのに。それどころか、これまでマサトの女癖の悪さについて相談したことはなかった。しかしなぜか
大輝はマサトの浮気について気づいていた。大輝、そんなお前まで俺のことを見捨てるのか？お前をここまで大きく育ててやったのは、お前に欲しいものを買い与えてやったのは誰だ？俺だろ？違うよ。僕を育ててくれたのはお母さんだ。僕のご飯も忙しいのに作ってくれたし、お金は確かにあなたのものだろうけど、欲しいものは全部お母さんが買ってくれたんだ。それも俺のおかげだろ？誰のおかげでこの家に住めてるって思っているんだ。俺が汗水流して働いたおかげで、お前たちは屋根のあるこの家で暖かい生活を送っているんだぞ。感謝しろよ。マサトの口から出た感謝しろの言葉。その言葉を聞いた途端、私は自分でも無意識のうちに足が動き、気がつけば勢いよくマサトの頬を平手打ちしていた。何が感謝しろよ。私がこれまでどれだけ苦労して将来のために家計簿つけたり、あなたのスーツの襟元についた口紅を落としてやったりしたと思っているのよ。スーツの襟にって、お前そんな、まさか。私は洗濯かごからマサトが脱いだシャツを持ってきて、そのまま倒れているマサトに向かって投げつけた。あなた知ってる？シャツについた口紅って、お湯でもみ洗いした後、その場所に洗剤の原液をつけて洗うと落ちるの。あなたの遊びの尻拭いのために覚えた。洗ってる時の私の気持ち、考えたことある？ないでしょ。一息で叫ぶように言った後、息も平らになりながら、ふと我に帰る。床には赤く腫れた頬を手で押さえて、下からこちらを見上げているマサトの姿があった。こんな男のために、私は今までどれだけの苦労をしただろう。もうこれで、さすがのあんたでも分かったでしょ？今すぐに、ヨシエさんとは離婚しなさい。そして今まで、辛労をかけたことのお詫びの代わりに、もう一生、関わらないことを、ここで誓いなさい。もうお母さんにも、僕にも、おじいちゃん、おばあちゃんにも近づかないで。あなたはもう、いや最初から、僕のお父さんでも何でもない。今すぐ出て行け。味方だと勝手に思っていた大輝からも完全に見放され、居場所を失ったマサトに、私は改めて離婚届と慰謝料を請求し、大輝の親権も絶対に渡さないと宣言した。私の両親もマサトの連絡先などを拒否した上で全て削除し、由美子さんもたとえ一人息子といえど面倒を見られないと、その場で縁を切ることに。全員から拒絶されたマサトだが、特に抵抗することなく家から出て行き、夕暮れの空の下、がっかりと頭を垂れたまま繁華街の方角へと歩いていった。後日分かったことだが、実は浮気相手のユイも既婚者で、二人して不倫をしていたために、ユイ側も夫から多額の慰謝料を請求されたらしい。若くして結婚したユイに支払い能力があるとは思えないが、それはあくまで結側の話である。マサトはというと、出し絞るかと思っていた離婚届のサインもあっさりとして、慰謝料と大輝が高校に上がるまでの養育費を出すことにも了承した。しかしそのせいで、これまでの悠々自適で少し贅沢な生活からは一変、町の郊外でボロアパートに住みながら貧乏生活をしているらしい。これまで全ての家事を私任せにしていたからか、料理もできずにコンビニ弁当や出前を頼むせいで首が回らなくなっているらしい。それもどれもマサト自身の行いが招いた結果、自業自得だ。私はというと、離婚後は大輝を連れて実家へと戻ることにした。実家は地方の田舎にあるので、大輝には悪いが、学校は一身上の都合を理由に転校することになったものの、嫌がることなく素直に言うことを聞いてくれたのが唯一の救いだ。
大輝の友達は少し悲しそうな顔をしていたが、今回の一件で少し大人になった大輝は、絶対遊びに行くから、と言って転校する側だというのに友達を慰めていた。自分の息子がここまでたくましく育ってくれて、改めて両親に自慢したくなる。由美子さんとは離婚した後も仲良くさせてもらっている。一度断りはしたものの、息子が迷惑をかけたからどうしてもと言われて、多少の金銭的援助も受けさせてもらっていた。そのおかげで生活に困ることはなかった。今では予定があった時には大輝も連れて食事会をしたり、大輝の誕生日の日にはプレゼントを送ってきてくれたりもする。大輝も多くの人たちに囲まれて楽しそうだ。実家に戻って両親が平日でも大輝の面倒を見ていてくれるため、私は結婚前についていた薬局に再就職をし、仕事面でも充実した毎日を過ごせるようになった。今は帰宅すると大輝や両親が出迎えてくれる。食卓を家族で囲むその瞬間が私にとって何よりも幸せな時間だ。